脳の役割。体の中にはいろいろな機能を持つ臓器が入っています。脳は必要な働きを体全体に命令する指令塔です。大人だと1200から1 6 0 0グラムくらいの重さがあります。脳は場所によってどこに何をやらせるのか指令する内容が決まっています。場所は大きく分けて3つ。大脳は 何かを考えるときに使われ、小脳は歩いたり走ったり運動するときに使われ、脳幹は呼吸をしたり心臓を動かしたり生命の維持をする活動に使われます。脳はいろいろなことを命令するために血管を通ってくる血液から酸素や栄養となるブドウ糖を受け取ります。なんと脳は全身の20%の酸素を、ブドウ糖に至っては全身の25%を消費します。 脳の血管が詰まったり、血管が破れて出血する病気を脳卒中と言います。できる限り早く対処しないと取り返しのつかないことになってしまいます。手足が動かしにくかったり、我慢できないほどの頭痛がしたり、ひどいめまいや吐き気、視界が狭くなる、うまく喋れないなどの症状があったら、脳卒中を疑ってすぐに救急車を呼んで指示に従いましょう。